はい、どうもダサのガマヒコチャンネルでございます。はい、ぐるぐるぐると忘れてたし忘れてたえって言ったね忘れてた、完全に忘れてた。今日は若洲海浜公園でロックフェスをやってるみたいでですね、釣りはできるんだけど車が止められないということなので若洲に近いある場所に来ております。はい、江東区都内のまあ、チヌの聖地で名高い潮見運動公園の方に今日は来ております。そう、運動しに来ましたよ、ね、ちょっとね、前々から目つけてたんですよね。ここいいんじゃないかなってね。6つの運河が重なり合う、そう、潮通しのいい釣り場でございます。運動してる。あ、なるほどなるほどね、ご乱心かなもんで、海にも近いからワンチャンサビキでもなんかいけんじゃないかなとは思いつつも、うん、とりあえず磯目をね出しまして、で実はですねすでにもう釣果が上がっております。驚くべき釣果が、このオープニングのすぐ後にご紹介したいと思いますんで。そうね、オープニング前に釣れちゃったね。そう、チャンネルそのままで、ね、はい、そのままご覧ください。よろしくお願いいたします。よろしく。では頑張っていきたいと思います。なんか来たの？なんかね、反応はあるんだよね。ハゼか。ハゼかもね。あ、なんかついてる。ナポリタンがついてる。あ、なにこれ？なにこれ？え？ヒイラギ？違う、ヒイラギじゃない。カレイだ。え、ヒラメ？カレイだね。カレイだね。カレイじゃん。ちっちゃ。ちっちゃい。ちっちゃ。手のひらサイズじゃん。チューしとくか。超かわいい。チューしとくね。チューしとく。チュー。だね。もう一回行こうか。おお、うん、ありがとう。マジか。やった。ちょっと待って。何？初カレー。初カレー。ね、これをカレーを釣ったと言っていいのか。分かんない。なんか釣った気しねえな。すごいね。しかもなんだこれ。すごいとこにかかっちゃってんじゃん。もうこの子にもう夢中だよこれ。ありゃあ。あ、そうですか。釣れたね。うわーすごい、かわいい、とにかくかわいい。ちょっと当たりがあって開けたら、これ今日ぶっ込みでやってるんですよ。じゃん、切られた。切られたね。簡単に切れないよ。もうお風呂の4号やばいじゃん。あら、カレーか。いやー、彼だったら上がってるはず。なんだろう、めちゃくちゃ。でも音も大してしなかったよね。鳴った？鳴った？鳴ったよね。あ、これ？うん、これ。これ鳴った。あ、鳴ったの？鳴ったの。鳴ったから上げたの。そしたらちょっと生命反応があって切られたの。マジか。グーって引っ張った方がいいな。あ、じゃーんって切られた。取ったね。なんだろう、わかる。生後？いやー、エラー洗いかな。可能性はある。あ、まあ可能性はね。ここ何かいますよ。ここ何かいますよ。ここ何かいますよ。元気ですか。元気があれば成功も釣れる。元気があれば何でも釣れる。めっちゃ船が通るので、すごいこんな感じになります。この感じが果たして釣りにとっていいのかどうか。なんとも言えません。結構グワングワン波がすごいよ、ここ。うおお、ぶち曲がったな今。来てる？来てる？います？いますか？いるいる？ちょっとダチャダチャ。ああいいね、いいよ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 。なんだ、ケツかいいのか、ケツかいいの。な、何それ。あ、サングラス。いい意味ね、全く意味ねえって。なんでサングラス。あ、そう、でかいか。え、何あれじゃねえの、 A じゃねえ。おー、いいよ、見せ場作ってるよ、見せ場作ってますよ。何ですか、ドラグ閉めないと、ドラグ閉めてよ、少し少し少し閉めてよ。何ね、でかい、でかい、重たい、重たい。もうちょっと引くか、引きだ。あー、いいよいいよ、そのぐらいで、そのぐらいで、そのぐらいでパイプしな。重たい。おー、いいよいいよ。いや、竿持ってかれなかった。うん、持ってかれそうだったもんね、今ね。でもこれ、エリアにはいけないからさ。エイじゃね、エイかもしれない。撮影か。いや、わかんない。
何ですか、いる、いやもうちょっとちょっと、経典カメラにしろ、経典カメラにしますよ、これ。はい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 、あ、来た、撮ってる撮ってる、落ちないね。あー、エイでございますね、エイでございますね、初エイだね。いやー、やったぜ、よっしゃー、よっしゃー、やったぜ、怖っ、お前怖っ、怖っ、あ、すげえ怖いね、すげえ、気をつけないで、気をつけないで、気をつけないで、怖いよ怖いよ怖いよ、こいつか、うーる、やったぜ、一回倒そう、いや、いやでもそんなに大きくないね、今日はカレーとエイだね、カレーとエイだね、平べったいのばっかだ、平べったいのばっかだ、やったな、よかった、やりました、エイちゃんです、エイちゃん、エイエイ、おお、これどこに毒があるの、これ、これ、こっち、こいつ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 、これ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 、こいつ、こいつ、おお、怖い、危ないよ、ああ、これに毒があるんだ、これ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 、ああ、なるほどね、これ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 、なんかやってる場合じゃなかった、ほんとだね、いや、竿、海、竿落ちそうになったね、久々にあの引き、焦ったね、焦ったね、おい、おい、こい、おい、怖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 い、てんてん、おおお怖いよ、かわいい、おい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 、よし、チュン、目です、かわいいね、チュン、目でしょ、目でしょ、おい、さあ、ちょっとこいつをどうしよう、じゃあ、とにかくひっくり返して、はい、ハサミで叩っちゃう、あー、してる、じゃあ、ダーちゃん逃がしてあげて、よいしょ、どうする、食うか、食うの、エヒレ作るか、でも、めんどくさいな、お、噛まれた噛まれた刺されんなよ、逃がしてあげて、うん、いや、ちょっと危なくない、あなた、はい、大丈夫、逃がすよ、うん、いいよ、バイバイ、バーバイよー、バイバイ、じゃー、行っちゃったね、ダザーのガマ飛行チャンネル、とうとう初めてエイを釣りました、そして今日はカレーとエイと新魚種ですね、いやー危なかった、ゆうちゃんからもらった竿を危うくロストするとこだったね、あれ座り込んでたら絶対落ちてたぜ、あれまだ立ってパズドラしてたからさ、ダッシュで間に合ったけど、危ねー、怖かった、エイってあんな感じなんだね、なんか、え、重いでしょ、重い重い重い、え、寝がかりみたいな感じだったけど、でも寝がかりであんなね竿を持ってかれるわけないからさ、ぶち曲がってましたね、楽しかった、楽しかった、いや俺もう今日帰ろうか楽しかったね、はい、それでは今日エイを釣り上げた仕掛けを紹介いたします、タックルですか、こちらチーパスロット、上州屋さんで買った安いシマノの、まあ安いって言っても4000円ぐらいしたか、シマノの4000番のリール、天秤さんに石持ちの仕掛けでございました、石持ち仕掛けに磯目をつけて、おもり、ここが味噌ですね、天秤とあの仕掛けの先端におもりをつけることによってそこでね寝かせておりました、そしたらそれをエイが食べちゃったという、いや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 、よかった、竿持って、あ、あれ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 、あ、こっちもなんかついたぞ、ゆうちゃんなんかついたぞ、ついたついたついた、竿先ちょっと上がった、ついて、あ、ついてる、うん、ついてるついてるついてる、なんかつきました、ついてる、いる、
あ、なんか、なんだ。あれまた A じゃねえか。嘘で。いやいや、そしたらそれ上がんねえで。うん、これ多分上がんないと思う。ちょっと行ってみ。だって差引用だもん。これ切れちゃうな、ラインブレイクしちゃうと思う。いや、もうドラグでやっていくしかない。うん、なんだよ。今日 A ハンターだ。それあれでしょ。あ、抜けた。抜けた。あ、惜しかったね。惜しかったね。何だったの。それ。まあ多分 A だと思う。A、今の A やっぱり残念。やばい、この川 A がいっぱいいるぞ。この川 A がいっぱいいる。めっちゃ速い。こんな速いんだ。わ、捕まえた。かわいいカレー。真っ白だね。真っ白だね。おお、透明だね。お腹の中ね。内臓が丸い。逃がしてあげましょうか。大きくなったらまた釣ってやるぜ。せーの、バイバイ。バイバイ。いやー、綺麗だね。カメラで撮ると余計綺麗だね。いや、ここすごいいいとこだな。なんでこんな空いてるの。ほぼ海の匂い。ね。いやー、面白かったな。はい。ということで、あれからしばらく釣りをしてみたんですけれども、すっかり当たりがなくなってしまいましたので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。いやー、よかったですね。うん、今日の釣果報告だ。はい、カレー1匹よ、えい1匹合計2匹でございました。ね、2つとも新魚してる。そうですね。今日はね、ちょっとあのうちの子供の誕生日があるので、そうそう、早めに切り上げたいと思います。ね、えい初めて釣ったんですけど、あれ引きが面白いですね。まあ引きっていうか、あんま引かないんだけど、引かない、そう、重いのをなんとかこう、なんかずっとこう根掛かりを、動く根掛かりみたいな跳ねないし、水面でバシャバシャってのもならないしね。この前復骨った時とは全然違う反応でした。やっぱり頭振るからですね。まあエイも魚だけど、うん、まあでもそんなに大きくないエイでしたね。まあ、あとはカレーですね。潮見運動公園でね、カレー釣れるっていう話はもともと聞いてはいたんですけど、うん、本当にいましたね。まあ、あれがもうちょっと経つとね、大きくなるんでしょうね。まあ、いろんな魚ね。まあ、今日は新しくね、2種類新魚種をね、釣りましたね。そうね、画面で収めたのは、うん、そうね、新魚種として。あの小さいカレーを釣ったと言っていいのか、あれですけど、でも釣ったのは釣ったんだ。ね、そう、釣りましたよ。当たりがあったからじゃん。うん、そうだね。うん、あとね、あの糸切られたやつ何だったんだろうね。まあ、なんせね、我々の今年初の釣果はヒラメですからね。そうね、そう、今年は平たいのにやられるんだから。ああ、そうね、去年はね、長いのをいっぱい釣ったけどね。そうだね、今年は平たい年かもしれません。潮見運動公園ね、すごい広い釣り場がありまして、夜景もとても綺麗でございます。釣り座には困らないね。そうだ ね、なんか、うん、でかいフレイユ。まあ、今年初めて来たんで、今後もね、ちょっと潮見運動公園の方でも釣果していけたらなと思いますので、何か釣果が上がりましたら報告していきたいと思います。今日はまあ比較的短時間釣果でございましたけれども、珍しくね、体力あり余ってるから。まさか何匹釣りましたよ。ブイ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 。はい、ということでまたお会いしましょう。はい、それではせーの、はい、ぐるぐるドーン。どうやってエイ釣ったの。エイ帰ろう。帰ろう。